皆さん、こんにちは。今回のパルワールドは初心者向けの小ネタです。伐採場や採石場ではこのように近くにチェストを置くと、パルが採取した素材が中に溜まっていきます。ただ、伐採場の横にチェストを置くと少し邪魔ですよね。実は木の箱や樽、クーラーボックスのような小型の収納なら、伐採場の敷地内に配置できます。伐採場ならほぼ木材、採石場なら石しかたまらないので小さい収納で十分です。これで拠点内の設置スペースを節約できます。金属採掘場2では、このように電気炉も設置できます。あ、パリピドンが迫ってきた。埋もれるー。家畜牧場内に木箱を置くことで、卵や蜂蜜、羊毛などがそこに溜まっていきます。以上、拠点のスペース節約の小ネタでした。最後までご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録をぜひお願いします。